さあ、それではやっていきましょう。バンジョーと担ぐの大冒険2。私はジギウィキの神社です。ジギウィキの神殿の前でふさわしくないものが中に入らないようにボボをしています。面白そうね。僕たちは入れるのかな。それは場合によらず、ジギビギと同じ形をしたアイテムを集めたものだけが中に入る資格があります。それってどんな形なの？パズルピースのような形でジグソーと一般に呼ばれています。それならよく知ってるよ。ではチェックしてみましょう。中に入るのに十分な数のジグソーを集めたようですね。いいですか、カメラは禁止。マクジギーで買った食べ物だけ持ち込み OK です。しまったな、カメラダメか。大丈夫かな。なんてね。ジギービギーの神殿。さあ、よく聞いた、選ばれし者。ここはジギービギーの神殿だ。ここから先に進む適性を証明して したければ、向こうのゴールドパネルへと向かうがよい。OK。いやさあ、こっから。スーパージグソーパズルタイム。パネルに映っているステージへ進みたければ、パネルを完成させるの必要がある。スティックで手を動かして A でピースを掴むのだ。ピースを掴んだら A で掴んだ場所に置くこともできるし、 B でパネルの外に戻すこともできる。時間はあまりないぞ。何時にジギービギーの幸運あれ。まあこういうのはね、端っちょから埋めていくっていうのが定番だからね。よいしょ。さあ、中に映ってるのは何なんでしょうか。ザック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 聞こえるけどね。はい、ジギービギーのチャレンジ1をクリアしたな。それでは偉大なお方よりステージへのご案内があるだろう。クリスタルジグソー充填、クリスタルパワーテー。偉大なジクリスタルジグソーのパワーを見るがよい。真上に行って上に行って、誰でもマイクラみたいって言ったやつ、すぐそこじゃねえか。真上に行って真横からパーン。ゴゴゴゴゴゴ。チャレンジ2を受けるために必要なだけのジグソーがないではないか。集めてから戻ってくるのだ。 OK。 だったらちょちょいとパーでね、最初のステージのジグソー集めてこようか。マジュアイランド。次は次のステージを開けるために4個のジグソーが必要なわけですが、各ステージは最大10個のジグソーを得ることができますとね。さあ、これはワープパッドだ。別のパッドを見つければその間はワープできるぞ。だそうです。というわけで、マヤヤン神殿にやってまいりました。ここでまず最初にやりたいのは、今正面に見えてまいりましたこの金ピカのね、お顔、こいつを仕事させること。こいつを仕事させることによってまず第一の仕事ができるようになる。さあ、そして道中で拾った音符を使いまして、おい、そこの情けないやつ、こっちへ来て B を押しな。 OK、 B を押すよ。さあ、モグラ隊長ジャムジャー、準備 OK でやります。バンジョー、こいつユニフォームを着てるけどボトルズじゃない？もちろんボトルズに見えるさ。クマコ、焼き鳥よ。あいつは俺の弟だ。あいつは元気にしてるかい？元気とは言えないな。魔女のグランチルダにやられちゃって。なんてこったい。あいつ戦いにでも行ったのでやりますか？トランプをしていただけだよ。またか。じゃあ魔女と互角に戦えるような必殺アクションを教えてほしいんだろう。別にボトルズが前に十分教えてくれたから。ふん、やつが知ってるのはビギナーのアクションばかりさ。この俺のスーパーハイパーアクションがないとすぐにどこにも行けなくなるぜ。
ジャムじゃ助かるよ。すぐに教えてくれないか。そう簡単にいっかよ。お前が本当に教えてほしいなら本邦を集めてそれを証明してみな。十分集めたら戻ってくるがいい。集めたよ。ちょっと待ちなさいよ。回るよ多分。最初のレッスンに必要なだけの音符を見つけたようだな。よく聞けよ。エッグエイム。照準がいるな。ターゲットをしっかり狙うことができるぞ。C の上を押してバンジョーアイモードに入り Z で精密に発射だ。要するに FPS ですね。健闘を祈る。ベトーン。いきなりこれですか。お茶目。さあこれでエッグエイムを獲得しまして、もうすぐ準備は整う。ここ起動させます。パワーパッドを見つけたらその上に立って B を押せば、このせいですでにオンになっているパッドまでワープができるぞ。というわけでここじゃない、ここじゃない、入りまして、で今からマンボに仕事してもらうわけですが、マンボが仕事するためにはグローブを捕まえたぞ。そいつはマジックパワーを持ったモンスターだ。そいつが必要なんですね。ヘイマンボ、起きな。おはようございます。おお、クマの鳥居、ついに来た。 B はマンボジャンボ、一番のまじないし、新しい骸骨屋敷作った。マンボまた助ける。今度はマジックモンスター必要。グローブなら持ってるよ。助けいるならモンスターくれ。マンボの助けいる？いる、超いる。もちろん助けてほしいよ。モンスターこっち投げて。さあ今回バンジョーとカズリ大冒険2ではマンボが使える。ああ、マンボ2にヒーロー B 入れ。マンボマジマンボスティック使える。クマと鳥に戻るならこの椅子に座る。はい、というわけでマンボが使える今回のバンジョーとカズリ大冒険2、まあ、このゲームの実況自体が何番戦時だっていうメタは置いておく。さあとりあえずやりたいのは巨人を仕事させることです。なのでとっとと巨人のところまで行きますよと。さあ行くぞ。指紋うまくいかず。メダカ。さあ巨人降臨。さあ行くぞ。マンボマジックで黄金の巨人出現。呪文は少ししか持たない。マンボに戻るには台座に戻って B を押す。というわけで急いで、70秒ないからね。さてとりあえずここを開けます。1回でことしますよ。 D、 あーもうちょい早く動いてほしいな巨人で。ついでにこれをパコーンしてパッドを解放します。そしたらここをね蹴飛ばしてオープンゲットしてからのゲートをくぐりで別のエリアに移動しまして、ガラガラヘビがやってくるしましてからのここ突入して、まずは1個ジグソーゲットと。ただ真の目的はジグソーよりもこの先にある。しかし10秒ちょっとしかない。間に合うのだろうか。さあ頑張れゴリアテ。ゴリアテだったかな。ここを開けることができればこのじっドーン。はい、オッケー。卵をミサイルとして使ってみるんだ。あ、そう、バゴン当てつけてやる。呪文消えた。大丈夫、やりたいことは全部やった。さあそしたらマンボはとりあえずお仕事終了でございます。お疲れ様でした。というわけで番長に戻ろう。さあそれでバンジョーとカズイに戻りまして、とりあえずこっから出ちゃいましょうと。
そしたらさっき開きましたゲートに行きたいと思います。その過程でちょっとあえば技でも覚えていきましょうかね。ここに2つ目の技があります。卵バキューン、この技は楽しいぞ。カズイはハンドガンとして使えるんだ。Z で卵をあちこちに発射。ターゲザンの神殿にも入れるぞ。以上、健闘を祈る。 OK。 しまった、普通に落ちた。まあいいまあいい。ここ羽を返し、カズイが空を飛ぶには赤い羽が必要だ。ここで3つ目の技獲得です。グリップグラップ、今回大事ですよ。よく聞きな。これから崖に捕まることができるぞ。移動は楽ちん、楽 V でアタックもできる。素晴らしい。バテバテのようだな。エネルギーを回復してやろう。ありがたい、ありがとう。以上、剣道を祈る。よいしょ、うん、やったー、助かったよ。僕は家に帰ります。というわけで神城がね、まずはイエロー神城を助けました。助けてくれてありがとう。僕はこの家で同じ色のファミリーと一緒に住んでいるんだ。僕たち全員を助けてくれればこの家のお宝をあげようよ。あ、そうだ。さあ、これでワープスパッドを開けて、今回の実況において一番大事な場所に行きたいと思います。さあ、ここがコード部屋なわけですが、ここで魔法を使えるぞ。台の上に立つんだ。 OK、魔法のコードを唱えるのだ。スティックで狙いを定め、 Z で発射。狙いが外れてしまうと最初からになっちゃうぞ。というわけで、ちょっと盤上のチートでもっと速く走れるぞっていうのをまず解放しまして、さあ、スーパーバディのチートで敵が速く走るようになるぞ。と、この2つをね、採用して今回プレイしてみたいと思います。スーパーバンジョーはともかくな、敵スピードアップはやったことないんだよな。さあ、どんぐらい速くなる？速い！速いよ、バンジョー。違う、違う、スイカしたいじゃない。速いよ。さあ、ここからスーパー速いバンジョーの活躍でダブル決をお届けしたいと思います。実際むっちゃ速いんだよ。さあ、ここからどんどんジグソー集めていきましょう。難しいんだよこれ。ガラガラ、スランバーが居眠りしてる間にゴールドを盗もうとしたな。その通りだわさ。ガラガラ、でもどうしなくもな。足音がよく聞こえたぞ。あれれ、おやすみなさい。ガラガラ、よし、あいつら行きやがった。もう一眠りするか。よいしょ。
ちょっとだけ入力して。はい、難しい。スピードバンジョーの弊害が早くも来てるからね。止まれないんだよ。ゴリ押しそういうことができちゃうんです。よいしょ、チートのページ。よくやった、なくなっていたわしのページを見つけたな。5ページ集めて私のところに持ってきてくれたまえ。くりくり山のグランチルダの砦で待っている。魔女の顔をした岩の砦だ。さあ、このチートさんね、バンジョーの合戦大冒険1では10かなり助けてくれました。さあ、反対か反対か。ちなみにあのヘビさんのエイミンです。さあ、次取り行きましょう。どんどん行くよ。しかし足が速い。とりあえず何から行こうかな。まあ、片っ端から取っていこう。速いな。待って、この中に一人尋常が。ブラウン、まあまあ無駄なところ。よし、さあ飛んで。はい、乗った。でのはい、汚い音だな。そいつはハニカムだ。こいつハニカムか。この哀れなボビーの違うじゃないか。畑を見てちょうだい。あの忌まわしいハエどもが私の作物をガツガツ食べているの。かわいそうに。何かお役に立てますか。もちろん、あの厄介なハエどもをもう追っ払ってちょうだい。ハエども確保するのね。さあ、うるさいけどやほら、スナイピング。クソクソエム、俺のクソエム、私のクソエムでできるだろう。あー、狙いにくい。なんかて、もう感激、もう信じられないわ。あのハエども、もう見事に大事してくれたね。もううるさいわよ、おばさん。何かお礼をくれるんでしょうね。もちろんよ。ありがとう、ありがとう。ウィー、というわけで4つ目か。さあ、あ、またブラウンか。いいね、うまいね、流れ来てるね。で、これは等音記号。いいぞ、等音記号は音符20個分だ。というわけで、このステージで得られる音符は全部得ました。でしたら、今度はこれを狙い、狙い撃せと。で、よいしょ、OK、開けまして、これと開けて、宝部屋。ここがあれだね、パズルの時の部屋。何を操作してるんです。最悪だ、タケ山賊の大切なお宝が見つからないんだ。きっと盗まれたんだ。
大変ね、どうでもいいけど。ブローたちに隊長を助けてくれればジグソーをあげるんだが、そういうことならどうも。では別の入り口のドアを開けよう。急げ。待ってるのには命令口調。さすが隊長。ありがとう、開けてくれる。汚い音だな。さあ、こっから。じゃなかった。この辺から、グリップグラップで。ああ、ダメだって、ストップ8ミットを手に入れた。B でエネルギーバーをなるべく満タンで止めるんだ。はい。ダン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 。あっ、さあグラッジャーン、よいしょよいしょ、はい、よいしょ。さあオープンザーゲート、さあお宝を取り返すよ。ここがまた難しい。またあのヘビと同じ要領でね、ジャンプしてワッホイってわけにはいかない。ここはさすがにちゃんと渡りきらなきゃいけない。なんだ、運河の洞窟から出ていけ。強制退出。ワンマートライ。ヒヤヒヤするもんな、いつもな。ウェザーマーネーゼ、ウェザーマーネーゼ取って帰りましょう。ダンダンダカダンダンダカダンダンダンドンダンド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 ン。さあ帰ろう。さあ持ってきたよーと。ほらよ、ターゲさんの大切なお宝をついに見つけてくれたな。原始人が盗んでたんだ。あいつらめ、コソ泥の。気をつけてくれよ。これはファミリーゲームなんだから。ああ、了解。ジグスをあげればよかったのかな。それならな。ありがとう。そしてありがとう。わへい。あれ、ブラバーかな。ギャイー、お宝がなくなっている。大変だ。お仕置きを食らってしまう。大変だね。あんたら大変だね。バイバーイ。さあジグソーはどこだ。さあ6個。さあバンジョーと化する大冒険2、ここでプレイしております。今度はそうだね、ここ行こう。これのね、これのコードがいまいち安定しないけど、ボタンこれでよかったと思うんだ。
開けただけ、まだ開けただけですよ。こういう弊害が起きてくる、早すぎて感性が効きすぎるんだ。でよいしょ、長グッズ、足長グッズで、よいしょ、はい、取った。この問題もさて、それでは時間がぼちぼちいいところですので、次回マヤヤン神殿残りのジグソーを取っていきたいと思います。それではありがとうございました。